はい。だからちょっと違う雰囲気で、あれなんか色白いじゃん。色白い。外行ってないからじゃん。大体私あの冬場はラウンドインしないので、うんうん、まあね、これどっち喋りたいの？どっち？こっち。普段ねあのラウンドしないんで、うん、あの大体秋口ぐらいになると全く外出なくなるんで、あの色が真っ白になっていきます。今日は。はいはい。重要なの、うん、はい、打ち合わせ中にカメラを回すということは、うん、会食でカメラを回すということは何か重要で、ここに席が1個空いてるということは、石原さとみとのコラボ。石原さとみはちょっと無理かな。じゃあ今日はお開きということで、これ映ってない、これこっち手持ちは今日はね、うん、プロゴルファーの人が、え、コラボ、そう、プロゴルファーとコラボ、プロゴルファーと、そう、え、超めんどくさいんだけど、え、なんでそういうこと言うの、え、普通にめんどくさいんだけど、これあの、もともとさ、あの、愛嬌がある人が好きって言ってたじゃん。いや、愛嬌ある人好きって言ったけど、これプロゴルファー、俺だって誰もいないもん、仲いい人、すごいいい人、いや、知らないよ、すごい可愛いし、あれでしょ、どうせなんかあれでしょ、大昔に1回試合出たことありますとか、なんか大昔にツアー1回買ったことありますとか、最近 QT ファイナル通りましたみたいな、なんか若い、これから売り出したい若い子とかじゃないの、すごい可愛い、やばい可愛いと思う、え、普通に断ってもいいの、面と向かって、あ、面と向かって全然、だってもうめんどくさいもん、やりたくないもん、やばい、今こっちコラボ多すぎじゃない、まずそもそも私の予想的には、本当に知らないんで、私の予想的にはレッスンプロとなんかレッスン対決みたいな、昔強かった人、いや多分今も今強かったら、今してる、今ちょうどね、うん、昨日かな、うん、昨日まで JT やってたから、あ、あれしょ、東京より、そう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 、だから、うん、だから絶対、だから絶対、だからただシード選手じゃない、おー、なるほどね、確定で、もうシード選手じゃない、もう来てんの、もう、うん、来てると思う、うん、ちょ、待とう、うん、もうちょっとしたら多分ね、うん、来ると思うよ、うん、かわいい、あれあれあれ今ね、聞こえてないかもしれない、あ、嘘、一回カット入れるから、チーズ小田です、どうよ、かわいい子来たでしょ、チーズ、大ちゃんえ、何ちょっとどうしたほんまもんやんちょっと待って、何の話してた、はい、で、今日一日よろしくお願いします、お願いします、お願いします、おーい、うん、うん、カモン、カモン、カモン、お、伸びろ、笑いながら回っていながらも、俺もちょっと勉強するとこめちゃくちゃあった、本当のドラゴンのプロよりもスイング出来上がってるんだと、これうちのホームページに載せますえ、え、断るとかあるの、いやいや、ちょっと待ってくださいね、マスクいいですか、一回いいですか、え、チース、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、一応確認なんですけど、うん、一応確認なんですけど、はい、小田孝明さんですか、そうですね、一応来たんですよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、JT は、え、昨日終わってきたコラボの話をね、今いただいて、ぜひともやろうという話で今ちょうど、そうなの、ぜひともやってほしいな、今ちょうど、今ちょうど、今日本シリーズ終わってきたのに、ちょうどあのカメラに向かってですね、ちょうど今ちょうどぜひともコラボさせていただきたいなっていう話を今ちょうどもちろんしていたところで、もう本当にもうなんかちょっと外で待ってる間にいろいろとなんか言ってた気がしたけど、気のせい、いや、多分気のせいじゃないですけどね、ちょっと待ってください、こんな気さくなの、チッス、アイちゃん、あかんで、これはこれはあかん、あ、ほんと、
うちも別にそういう中途半端なチャンネルやから、この本番もん連れてきたらあかんて。どないすんの？これから本番のチャンネル。そうですか。いやー、はるばるお越しありがとうございます。いい、よろしくお願いします。はるばる来ます。いや、本当にいや、ついでやけどね。ついでが JT のついでですからね。もう首痛いもん。ちなみに JT は最終的に、え、聞くんすか？いや、一応そこはもうカットするかもしれない。30人中23やす。あ、素晴らしいですね。はい、チャラいよ。違う、俺が知ってる小田さん、小田じゃない。勝手なイメージで、やっぱ多分ほとんど見てらっしゃる方ほとんどだと思うんですけど、はい、あのプロゴルファー、特に小田孔明さん、寡黙で喋らない人っていうイメージが、いや、そんなことないですね、完全にそういうふりをしてるだけなんです。あ、でもね、俺も大昔に試合出てたけど、キャディーさんとすっごい真面目な顔しながら、夜晩飯どこですみたいな話を普通にキャディーさんと、昨日豚焼肉がまずかったからなとかいう話普通にしてるぐらいなんで、まあ結構意外と気さくなお話をされてるかと思うんですけど、まさかの小田孔明さんですか？一応ですね。いいですよね。よろしくお願いします。お願いします。わかりました。じゃあ、え、してくれるんですか？いやいやいや、ありがとうございます。いいな。じゃないよ。年齢はおいくつですか？年齢は42歳です。42歳。何年生まれですか？昭和53年です、ね、53年。1978です、ね、1978。高校ゴルフ部？高校は千葉のね、東京学館ライス。はい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 。大学は？大学は全部断って、もう研修生なんです。 あ、そのまま研修生、うん、え、そこからプロゴルファーに？そうですね、2000年にプロゴルファーになって、はい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 、でツアーに出だしたのは、はい、2001年で休憩受けたんで、2002年から。2002年から。はい。今ね、今普通にまだ喋ってますけど、もっと賞金もですか？賞金も買ったの出ていいの？あ、いいよ、もう出ないとね。最近ね、あの、うん、ルナシーって書いて、うん、ルナシー、はい、ルナシーのドラムの新谷さんが今うち出てくれてて、ね、見ました、見ました。あ、ありがとうございます。本当にすごい人は、いい人いい人。あのね、すごくなくてもみんないい人なんだけど、大体みんないい人なんだけど、やっぱりこう、いろいろあるじゃないですかね。まあ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 、その時その時によってやっぱ顔が変わるっていうのがやっぱプロだと思います。まあ確かに確かに。逆に本当の孔明さんを知らない人がたくさんいると思うので、うん、逆に皆さんにお伝えできたらなと思って。ああ、本当のとこは言えないですよあんまり周りでつながってる人がいないから、うんうんうん、そうそう、九州勢は全然知らない。九州ですよね。九州です。出身は福岡です。あ、福岡です。はい。ツアーで、じゃあ有名な選手とかで先輩に当たる人とかって何かいますか？僕はでもゴルフ始まったきっかけっていうのは、うん、同じ地域出身の手嶋太さんなんですよ。へえ。太さんの親がやってた練習場に、はい、うちの親がメンバーだったので、はい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 、小学校1年生の時に、はい、その練習場に連れて行かれた時に、はい、タイさんがまだ中学生だったんですけど、はいはい、打ってる姿を見て、はい、なぜかやってみたいっていう気持ちになって、まあ、その無理やり連れて行かれたから、なんかゴルフなんか知らないよみたいな感じで、親に無理やり連れて行かれた小学校1年生だから確かに確かに。でもそのまさかこのタイさんが打ってる姿を見た時に自分もやってみたいっていう気持ちになったのが最初なんで。その話はそのあ、まあ、プロになった時に言いましたよ、ね、あ、言いました。大地さんもその時来てたなぐらいな感じで、その話してもないから、はい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 、多分全然覚えてもないと思います、はいはいはい、でその話したら、あ、そうなのみたいな感じだった。面白い。ツアー選手の中で今現存、今現地であるツアープロの中で、うん、千鶴選手の中で仲いい人って誰ですか？仲いいってね、みんな仲いいんですよ。あのプロゴルファーってやっぱりこう戦ってる時って個人のスポーツなんで、まあまあそうですね、厳しい感じになってるんですけど、うん、はい、終わったらもうみんなフレンドリーなんで、はいはい、あの派閥みたいなのがないんですよ。みんな和気あいあいとしてロッカールームではまあ本当ゴルフ以外の話とかもしてるし、みんな仲いいんですよね。特に仲いいとかそういう人も特に仲いいっていうか、やっぱり谷原秀人は、うん、あの同級生なんで、まあ、本当に昔からシード選手としてあの中学の時とか、はい、高校の時のジュニアの時からも、はい、谷がやっぱり頑張ってる姿を見てそれに追いつこうと僕はずっと追っかけてきたんで、
ガッツリ先輩ですね。ガッツリ先輩ですね。まあ他にも仲いい選手がいっぱいいるけど、うん、まあ後輩は所詮後輩なんで仲がいいっていうより後輩って感じで。うん、面白い。これめっちゃ面白いと思う。仲悪いのかと思った。なんか悪そうに見えます。見えます、本当に。まあ、中にはいるかもしれないですけどね。北海道札幌のなんか試合に招待で出させてもらったことがあるんですね。その時に短いパー4があって320ぐらいのパー4なんですけど、池越えがなんか290キャリーで打たないと越えない池かなんかがあって、でそこはもう狙うどうするみたいな話に、こう札幌オープン、札幌オープン、札幌オープン出るんですよ、うんうん、でその時に宮崎清さんかなんかが狙う狙うとかやってなんか盛り上がりだして、なんかみんなでなんか狙うとかなって、え、試合会場だね、みんなこんな感じなのみたいな。もうびっくりして何にも喋らないで黙ってこう行くもんだろうっていう、うんうん、もう随分試合なんか出てなかったし、めっちゃめっちゃ喋りまくるし、乗った乗った乗ったとかって言いながら、え、これ試合中だよねって思いながら、普通の友達とのラウンドみたいな、そうそう、普通に行けジャンポーとかって入れて、まず前の組の人とかが行け行けとかって普通にやってるから、超盛り上がってるじゃんって。あ、そんなのやってる、そうそうやってる。ツアーと地方オープンの違いかもしれないですね。そうなんです、うん、地方オープンはね、みんな結構和気あいあいでやってる、あ、じゃあもうそちらを見るの面白いかも。うん、アマチュアの方はそうかもしれないですね、うん、まあ、でもテレビ放送はあんまりないけど、い、実際直接見に行くならそっちの方が絶対面白いと思う、うん、身近にプロを感じれるし、うん、遠くないですもんね、その、うんうん、あの紐からロープから、なるほど、うん、俺がその時一緒に回ったプロの人に聞いたのは、やっぱ実際テレビの放送入ってるとスポンサーもいるから、あんまりヘラヘラするのもちょっと怒られる。それで成績良かったらいいけど、それで勝てなかったりしたら、お前ヘラヘラしてさとかいう感じになっちゃうから、あれだけど、今日みたいなのもうお祭りみたいなもんだからみたいな、うん、親子も狙い狙いとか言って、まあなんか難しいんですよね、だからテレビってその和気あいあいとやりたいけど、うん、それで叩かれたりもするし、そうですね、でなんかやっぱ感情が出たりするスポーツでもあるんで、うん、やっぱ悔しい時にね、やっぱりクラブを叩きつけたりしたら怒られたりするし、うん、JGTの青木会長はその表現をもっと出せって言うけども、うん、まあ実際、うーんってカメラがあったらヒューって、ふーって、ダボって、やめとこう。いや、結構ある。あれはもうどこなのかなって、まあ、選手によってはこうバックドーンってぶつけたりする選手、テレビ見てる人は嫌な気持ちになるかもしれないけど、その発散で次のゴールに持っていかないっていうのも大事なんですよ。クラブを放り投げるとかはね、ちょっとダメだと思うけど、クラブ叩き潰すけど冷静になって地面を切り直したりね。いや、結構やってるんだよね。あ、すいません。逆に日本の選手はだからその辺上品ですよね。あ、まあどうも、まあ、わかんないですけど、そのアイアン刺したまま歩いていく選手とかいるじゃないですか。まあ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 、まあ、アイアン地面でバーンって刺してそのまま歩いていって、後ろでキャディーがこう拾ってこう回して向いていく、何事もなかったら、まあまあね、刺せていくみたいなのザラにあるんで、そういうのをね、こうそればっかり取り上げられちゃったりするって思うんで、ちょっと回るとしんどい、うん、だからスポーツマンだからこそ結果を求めるっていうのと、スポーツマンはこうあるべきだっていう理想の形がやっぱ見られてる方の理想の形っていうのがあるんで、そこのこう違いっていうのが、うん、まあ、実際ね、僕なんかこうタバコ吸うし、うん、まあやっぱりこのインターバルの間だったら OK は出てるけど、やっぱそこでね、吸ってるとやっぱ嫌な気分の人もいっぱいいるんだと思うんですけど、うん、吸ってないんですか試合中は。吸ってますよ。あ、吸う吸ってるけど、やっぱ優勝争いしてるとそのインターバルもカメラがやっぱ映してるんです。あー、なるほど。まあだから厳しいですよね。優勝争いしてると余計吸いたいんですよ。いや、そうなんです。そうですよね。そうめっちゃ吸いたいんですけど。これ言っちゃった方がいいですよ。優勝争いじゃもう吸いたいから、あの知ってる方は知ってるんで。そうね、はい、こうやって後ろ向き歩きながらこうタバコをパッて出したらカメラもこうピュッて横よけてみたいですね。そうね、まあ、カメラマンさんもね、やっぱ気を使って吸いそうになった時はやっぱこう切り替えてくれたり、あのしてくれるんですよ。面白い。目がこう青く送ってこうて、すごい合図送ったら向こうも
ちゃんとしてくれるんですよ、ロミロ。ツアープロは大変。いやでも一回面白かったのが、やっぱり全英オープンに行った時に、はいはい、僕らはこうタバコの灰皿を持ち歩いてるんですよ、はいはい、で外国の選手ってすごいのが、うん、ふーって吸ったらポイって捨てるんですよ。その辺にその辺にポイって捨てるんですよ、はあ、こんな風強いのに燃えねえのと思いながら、もうアジアとか行ってもそうなんですよ。ふーって言ったら例えばバナナとか食べるでしょ、皮ポイってその辺捨てるんですよ。で、その全英オープンね、こう外国の選手がバーッて吸って、ポイってポイってするから、俺はそれでね、悪いと思って、自分の灰皿でこう拾ってったら、ギャラリーが笑うのよね。うん、笑うの？笑うの。俺ちゃんと、日本じゃ当たり前のことしてるんだけど、と思っても、向こうでね、あいつタバコなんか拾ってってるよ、みたいな感じで。まあ、だからもう、やっぱりスターはスターであれっていう。それはちょっと分かんない、もっとひどいのがグリーン上で火つけてね、グリーン上に置きっぱなししてんのよ。あららら全英オープンだから、メジャーだから。いや俺それ見た時に、いやすごいな、さっき出たオープンとは話違いますからね、うん、オープン試合とツアーズ、さっきのオープンとはまた違うオープンですからね。別になんか違反とかないんですか？違反はないんだけど、多分こう日本と海外の違いなのかなと思って。でもさ、さすがになんかちょっと影響ありそうじゃないですか。まあさすがにグリーン上に置きっぱなしにしてパター打った時はびっくりしたから、ね、でまさかそれは拾うでしょうと思ったらさすがに拾ったけど、さすがに拾ったけど、でもグリーン上にタバコ置きっぱなしにしてんだよ。その選手が誰なのか聞きたい。いやいや、すごいんですよ向こう。いやこれね、やっぱね、大物になったらね、何も言われねえんだ。もう今のでだんだん絞れてるね。まあだからまあ、うん、そんな感じです。多分ね、ツアーの後のコースを、うん、直後のコースとかを、うん、回ったことがあるアマチュアの人がほとんどいない。まあだって真っすぐの1メーターこれ読めない。俺どっから見ても真っすぐでしょ、俺と思いながらもう、これ俺読めねえ。これど真っすぐっすよって。ちょっと待って、俺、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、大